はい、皆さんこんにちは。今日は銀座に来ました。今東銀座駅で降りて、地下通りをですね、銀座の中心地に向けて歩いてきます。ちょうど晴海通りの地下にありますので、はい、で今日はラウンド1のですね、株主総会に参加して、株主総会ではどういうものなのかというのを勉強してみたいと思います。はい、これ工事がね続いて長いですね。本当は通路はねもっと広いんですけど、本来ね工事やってて片側半分ぐらいになっちゃってます。これはねちょうどすき家橋近くまで来ました。東急プラザですね、銀座4丁目のあたりからすき家橋の間ですね。さすがソニー地下、すごいデザイン的ですね。でここの地下車庫はもうすごい長いんですよ。まあ電車でしか来たことないので、中入ったことないんですけど、ちょっとズームアップするともう先が見えないぐらい、興味深い車庫。東急プラザ、地下1階から東急プラザ通って地上に出ます。はい、これ地下1階。さすがデザイン凝ってますね。黒を基調としてるのかな。はい、シルバーハイパネルかなに黒く塗っていますね。お店もすごいおしゃれですよね。さすが銀座。はい、地上に出ました。東急プラザ。ちょっとね、小雨が降ってますね。はい。はい、銀座。ちょっと藤屋さんの前に出るんですね。向かいぐらいに出るんですね。はい、ガラスのカーテンウォール。それはもう垂直じゃなくて、こう、ね、傾斜しているように見せてるんでしょうね。これね。傾斜しているように見せてるんですね。さすが、こう、衣装が進んでる。ちょうど、外堀通りですね、ここね。外堀通りと、晴海通りの交差点。まあ、すき家橋っていうかね。ちょうどすき家橋交差点。それと、今日行くのが、このマリオンの11階ですね。あ、ちょっと信号変わるんで、ダッシュです。信号を渡るとすき家橋交差点、交番、すき家橋交番があるんですね。はい、道路の反対から見ると、わー、すごい。傾いて見えるけど、本当はまっすぐなんですよね。はい、首都高速の下をくぐり抜けると、有楽町マリオの時計、ちょうどね、時間が、そうね、9時回ったところで、この機械仕掛けの動き、撮影できなかったんですけどね。音だけは聞こえてました。はい、あ、これ地下から地下道でやってこれたんだな。そして吹き抜けが、これは映画館の入り口ですね。今日はね、ヒューリックホールというところで会議を行います。このビルの11階、ほぼ最上階に近いところですね。エレベーターに乗って上がってきます。はい、会場について受付を済ませました。で、このホールの中をちょっと見学したいと思います。500席ぐらいあるのかな。うん、すごい。で、綺麗だし新しいし。で、中を開けるとこんな感じですね。で、終わりました。だいたい1時間ぐらい話を聞いて、で、これ東京駅の方が見えますね。うん、これ夜来たら景色綺麗なんだろうな。今度夜こっそり見に行こうと思います。あとお土産もらいました。で、中身はいくらぐらい入ってるんでしょうね。は結構入ってますね。ボーリングのラウンド1ですね。話もすごく良かったです。社長の話すごくうまいし、業績もね、すごくいいですよ。ただね、買ってかなり下がっちゃったね。
買って、株価がかなり下がっちゃったんですけどね。で、ずっといいんですけど、うん、ちょっと、ね、ただ、持ち続けてたいですよね。いい話だし、場所もね、いいところであるんで。で、このヒューリックホール、これ、すごいガラス張りでね、綺麗なビル。うん。エスカレーターで降りようと思いまして、降りてきてます。はい、ガラス張り。ステンレスの鏡面仕上げかな。これ、高いだろうな、内装が。すごい内装。このまま降りてってみます。8階まで降りれるんですけどね、そこから先はダメでした。で、プラネタリウムがあるんですね。銀座にプラネタリウム。はい。で、あとは静止画で申し訳ないんですけどね、東急プラザ、ね。はい。マリオンのビルですね、今日の。まあ今日のね、あの総会の感想からすると、うん、すごくいいですよ。で、誘導してくれる社員の皆さんもすごいね、丁寧な対応してて、喋り方もね、誘導の仕方もすごくね、教育されている、できている会社だなと思います。はい。で、北米にも進出してまして、それもね、有望ですね。すごくいいですね。うん。それから、日本の中での活動ですね。これも、大きな赤字もないし、うん。なぜか株価下がっているのはよくわからないんですけどね。ただ、将来性からすると正直言うとね、少子化社会になるんで日本はね、こういう娯楽の業界ですね。ラウンドワンのような娯楽の業界はちょっと将来厳しいですよね。うん。まあその、人口がね、7割ぐらいになったとしても、皆さんに使ってもらえるような、その、こともいろいろ開発を考えて進めているようですね。それこそオンラインでね、いろんなところをつないで、いろんな場所でボーリングを一斉にやれる、まあ会社で一斉にね、ラウンドワンで各お店で各地域でね、一緒にできるようなことももう実現化されてますね。これはもう素晴らしい。で、どんどんいろんな開発をしているということで、素晴らしい、総会でした。まあ今日は以上です。